で、あと一つ、教育関係者、幼児教育関係者のみならず教育関係者はみんなこれを言います。心を育むとは何か、非常にこれ分かりづらいですが、我々は具体的にお話をしたいと思います。保育園の2歳児クラスのケーキ屋さんごっこですね。これであのクイズでこうやって皆さんにお答えいただくんですが、今日はちょっとやりませんが、このお子さん、黄色の丸で囲んだお子さんが、まあ、最初に手を出したのはこちらなんですけども、ケーキを壊しちゃったんですけども、その後この子はどつきました。その後この子は一体どんな反応をするかということで、まあ、皆さんちょっといろいろイメージを、これ初めて見る方はちょっと何をするかな想像してみてください。でこうなります。やめて。やめて。ごめんね。ということで、まあ、何事もなかった頃にこう過ぎていったんですけども、私これカメラ持ってて、これドキドキしながらですね、あのこれ物持ってましたんでね、だこう顔とか怪我はいけません。怪我はいけないんですが、あのこれ私たちの考えをちょっと表してまして、小さいうちに小さく失敗してほしいと思います。こういった感情のぶつかり合いの中で感情を表現するということをこう勉強してほしいと。でこれ実は画面出てませんが、向こうの方であの先生も介入のステップ段階を見てます。あの怪我があってはいけないんですけど、こう遊びは喧嘩はこう重要である。こういった体験の中から子どもは学ぶことがあります。やめて、感情を表現しました。やめて、1回言わなかったから2回言いました。ごめんね、その子がこう謝りました。こちらも感情を表現した。そうするとすぐに遊び始めます。なんか無理やり遊んでるような感じが私はしました。仲直りしなきゃいけないというような感じで遊び始めて、それでこの子もそれに合わせて一緒に遊ぶ。で片方がいきなり遊びをやめて飛んだら、こっちもいきなり飛んだっていうですね、同調する、これ模倣です。なんか相手と同じ行動をすることで、私はあなたの味方ですというメッセージを発するものであるというようなことが言われています。こんな2歳ぐらいの子供、まあ、皆さんの膝元にいるその小さなお子さんにもこういった能力はございます。ただともするとですね、まあ、こういった場合あの、まあ、怪我があると大変ですので、あダメ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 、謝んなさいと、まあ、ついこう大人が介入したくなります。そうするとせっかく子ども自身で感情を表現し合って仲直りをするという機会を奪ってしまうことになります。でともするとそういった感情を表現する機会を奪われた子ども、小学校に行って、今小学校でですねどういうことが起こっているかといいますと、暴力事件が激増してます。これは毎年文科省 の件数が発表されます。激増してます。言葉より先に手が出ます。それを読んだ時に私は、言葉の訓練をする前に手を使ってないんじゃないかと思います。手を使って十分手で考えるということをやって、その上に言葉がある。ですからやっぱり発達っていうのは崩せないんだなっていうふうに思ったわけです。この喧嘩と仲直りの関係、喧嘩をすると叩かれると痛いです。嫌なことやると悲しくなります。でも仲直りしますと、謝るとき恥ずかしいな、そういう気持ちを感じます。いいよと言われてとても嬉しかった、そういう気持ちを味わいます。で結果的に最後は実は喧嘩をする前より仲良くなっちゃったっていうことが体験できるのが喧嘩と仲直りの関係なんですね。仲直りできる力というのはコミュニケーションの最高レベルのスキルです。
仲直りできる、怒っている人と仲直りできるということはとても重要です。これはもう皆さん、働いている皆さんにはお分かりです。今日はお父さん方もいっぱいいらっしゃいます。クレーム処理、クレーム処理する力、怒っている人と仲良くする力はもともとは小さい頃からの仲直りできる力の延長にあるというふうに言えると私は思っています。今の新入社員はこういったクレーム処理ができない、そこで精神的に参ってしまうですね。ですから仲直りできる力を育むということは社会で生きていくにあたっての最も重要なスキルになるし、これはリーダーシップでもありますよね。人が嫌がることを自分が進んでいってトラブルを解決する、まさにリーダーの仕事です。でもこの力、喧嘩をしないと経験できません。しかもそれは先生から教えることはできません。先生が仲直りしなさいとやっても、まあ形だけ、自分の意思で感情を表現するという経験をしないと仲直りできる力は身につかないと私たちは考えています。で、喧嘩なんですけども、やはりこの園をやっていてもう5年になるんですけども、5年前にここはオープンしました。やはり未だに一番多い保護者の皆さんからのクレームはやっぱり喧嘩にまつわることになります。ですからここは非常に重要なポイントでして、後でも説明させていただきますが、やっぱりどうしても喧嘩が嫌だ、もう怪我も絶対嫌だ、あってはならないという強い信念のお持ちの方は、ちょっと私たちの園とは多分教育方針が合いませんので、その辺はちょっと頭の中に入れて園選びをですね、ご検討いただければと思います。やはり保護者の方の共通認識の上でやっぱり保育をやりたいなと考えております。ということで、私たちは心を育むということは、一つ目、仲直りできる力であるということを言いたいと思います。